今日はカルトオブザラムやっていきたいなと思います。今日はですね、とうとうトイレができます。屋外便所、なんとうんこ大革命、うんこ大革命が起きる。今日は金がない。俺一個も持ってないじゃん。金0円。みんな20必要だったから、20必要だったから10かけてくるわ。足りないお金はあいつから踏んだくってこよう。ちょっと一回ミニゲームやるわ。もう二度とやらないと誓ったあの禁断のミニゲームやってくる。大博打、俺はこれで便所を建てるんだ。運と駆け引きのサイコロゲーム、よし、イエスイエス。なんだ、どうやら運が悪かったようだな。いずれにせよいい勝負だったぞ。おう、ありがとうな。よし、これで便所建てられる。さあ来ました、屋外便所。どこにすっかな。でも端っことかの方がいいんだろうな。あ、でもまあ職場から近い方が便利でしょう。よし、みんなやろうろもやるぞ、うんこ大革命。やべ、食事もねえな。いや本当にそろそろ外出ていろいろ来た。うんこ、うんこ大革命、みんなここでトイレするんだぞ。祝福しよう。よいしょ、説教するぞ。はい、みんな集合。今日は皆さんに大事なことを教えます。トイレでうんこをしましょう。外でうんこをしてはいけません。トイレでうんこをしましょう。以上。ああ、わかったか。絶対だよ。約束な？教祖との約束な？なんかこうみんなに囲まれて幸せそうだなこいつ。王冠、ああ、剣能の解放。みんな集合。これから剣能を解放します。お、すべての作物が即座に収穫可能となる儀式を教会堂で行う。収穫の儀式、これだろう。はい、収穫の儀式。これもう今すぐにでもやりたいぐらいだね。骨75個余裕じゃん。ああ、はい、みんな儀式するよ。断食。そういえばそんなのもあったな、収穫の儀式。おお、え、生贄とかないよな、大丈夫だよな。ああ、いいダンス、いいダンス、みんなで練習したもんな。もうすげえ、三日三晩寝ずに練習したもんな、みんなでこの練習ダンス。ああ、信仰心も上がったわ。あ、みんなここでうんこしなくなったんじゃね。おお、うんこどう。あ、一個もう溜まってる。誰かがうんこした、誰かがうんこしてるぞ。小学生あるある。行ってくるからな、みんなトイレは、あ、違う、うんこはトイレでする。分かったな、それだけ守ってくれればいいから。じゃあ行ってくるよ。やばい、こいつはやばい、こいつはやばい。あー痛い、もうこいつ嫌い、大嫌い。こいつ、まずなんでこいつつける。待って、痛い、痛すぎる。うわー、もうやめて、やべ、めっちゃくらった、痛いよ。無理だよ、こんな避けられないよ。やばい、ボス戦よりくらってる気がする。おい、それにしちゃ報酬がしょべえ。やべ、ライフ残り1だ。嘘だろ、やばすぎる。虫と、あー死ぬー。お願い、死にたくない。むずすぎる。今回ちょっと待って、大丈夫、生贄にしないよ、こんなんで生贄にしないよ、大丈夫だよ。さあ君は何パーオフかな。え、タロットくれたんだけど。しかも初めてじゃねこれ。新しい部屋に移動すると心力が満タンになる。これ超いいじゃん。よいしょ。お、67パー引き、いいね。よろしくな、俺が買い取った。あ、ボスボス、ゼパール、カエルのお化け。よーし、よし。こいつかわいいな、ムックみてえだな。ようムック、よろしくな。でもうちの村来るとさ、色変わったりするんだよな。はい、ただいまー、教祖帰ってきたよー。あ、お値打ち価格、ほらほら、吹きだと首かせ、どこにも作ってなかったよね確かね。見せ物にするか。やべ、うんこが落ちてるぞ。おい、うんこが落ちてるのが俺見えるぞ、右下に。どういうことだお前ら。ちょっと待って、これ作る前に飯作ってやろう、飯作ってやろう、まず飯作ってやろう。ハム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 。で、はい、君。
67% オフでしょ君確か。よろしくな、ハンネイカ。君はとりあえず伐採を任せたい。あともう一人、あ、来た来た来た、ゼパール。あ、赤いまんまだ。ムック、ガチャピン用意してくるからちょっと待っててくれ、頼むよ。はい、君は、投獄。よし。あ、めっちゃ下がるじゃん。おい、みんなもっと笑ってやれよこいつのこと。ほらほら、下がる下がる下がる。おい、みんなもっと笑ってやれ。信者のクズだぞあいつは。クソ、うんこ溜まってた。あ、これうんこいっぱいになって、うんこ溜まりきってしょうがなくのぐそしたんだこれ。悪いな、そういうことか。いたしかたがなかったのか、あののぐそは。いや、まさか、いたしかたなしののぐそに出会うとは思わなかった。トイレパンパンだったんだって。もう一個作ってあげなきゃいけないんだね。でもちょっとそんな余裕はない。やべえ、もう金もねえ。あとあれだ、みんな信仰心を戻さなきゃ。はい、みんな説教しまーす。今日の一言。トイレがパンパンになったらお前たちで片付けろ。以上です。これだけは伝えたかった。トイレが少なくて。クソですね。クソ。クソだけにクソ。さあ、もうこれ飯。飯問題をまず終わらせちゃおう。はい、みんなご飯好きだよね。キノコ推奨論者。洗脳儀式を行うたび、信仰 20L、またはキノコ禁止論者。作業速度とキレの生成速度が 10% 上昇する。その代わり、洗脳の儀式の後 50% の確率で信者が病気になる。よし、キノコ推奨論者だな。もちろんキノコは食べよう。まず、キノコ料理まだ知らないんだけどね、俺たちね。信じる力が、まだマックスになってない。ここは、やっとくか。やっとくか、これは。まあ、マイムマイムって手もあるけど、いや、マイムマイムは、ちょっとキー減っちゃうから、ごめん。今回は誰も悪いことしていません。ただ、お年寄り。山本、お前ほんとありがとうな、いつも。いつもいつもありがとうな。喜んでくれ。ちょっと苦しそうなのか。いやだ、でも最後笑ってくれた。笑ってくれたよ。行くときは笑ってくれた。やべえ、超テンション上がってる。集まりすぎだろ、もろもろ。おー、よかった、みんな喜んでくれたかい。信者たちは喜んでる。さあみんな、俺からの一言、祝福。さ、幸多からんことを。な、幸多からんことを。お話ししてんだ、よかった。うんこがもうパンパンだぞ。ちょ、トイレが足りねえ。おい、トイレが足りねえ。あ、トイレ使ってる。ブリ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 。よし、回収。ほかほかうんこ回収できました。ありがとう。ありがとうはよくわかんねえや。全言撤回で。あれ、目バキバキザイモンどこ行った？あははははは。おい、うんこして喜んでんじゃねえよ。あははは、じゃない。おい、うんこ見てあははは、じゃないんだよ。っていうか、これボスじゃね？ 4 回目でしょ？あー、またごめん。俺、金持ってくの忘れた。わ、しかも割引なし。フルプライスじゃん、お前。欲しかったなー、フルプライス。定価って名前にしたかったな。ボス倒せっかな。まあ、ボス最悪倒せなくても誰か生贄にすれば。でも老人今いないんだよな。やっぱ生贄は老人に限るからな。おうち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 、跳ねるの禁止、跳ねるの禁止。あうち、あー、お前がちょっと強強い。お、強強なんだがこいつら。攻撃しながら避けながら逃げながら攻撃しながら無理だって。おりゃ、一匹とりあえず危ない。一匹とりあえず危ない。食らった。こんなところで死んでたまるか。危ない。よーし。あ、鈴木が高齢者になった。おい、ちょっと待って、要は高齢者社会になるんじゃないか。来た、また生贄が出てくるぞこれ。
こいつら生贄にされるよ。知ってるよ俺。見たことあるもん。お前もまた大事な大事な信者を生贄にするんだな。ついに来たか。この時を今か今かと待っていたぞ。諦めろ弱き生き物よ。貴様をこの神殿から生きて返しはせぬ。切腹ザク。あ、白目になった。聞いてる聞いてる。空気クーってなってる。あーやばない。それよしよし、半分まで減った、半分まで減った。俺の HP は半分まで減ってない。落ち着いていけ、このまま落ち着いていけ。いやあかん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 、それはあかんってお兄さん、それはあかんって。あーもうやだやだそんなに一気に食らいたくない。落ち着いてけ落ち着いてけ。うわでかいカエル来た。はっ、ボスいなくなったんだけど。めっちゃ食らってるめっちゃ食らってる。やばい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 。これ斧だったか、もしかしてこれ斧を極めるのが一番なんじゃないか。やべ残り半分だ。かーかーんかーん。はい、老人は鈴木、鈴木、鈴木、あ、いた。鈴木や。いやーみんな嬉しそう。やれやれってなってるやれやれー。あー生贄を。ちょっと待って、 HP が少ない嘘、こんなこんな満身創痍で復活するの聞いてない。全開だと思ってた、勝手に勝手に全回復だと思ってた。超満身創痍なんですけど。嘘だろ。おいお前、鈴木の命はこんなもんか。やばい、大丈夫。回避を回避を回避を第一に、回避を第一に。攻撃なんて当てられなくてもいい、2時間粘ってもいいんだこのボスに。回避を第一に。でここが、ここがチャンス、ここがチャンス。よし来た、よし。鈴木ありがとう、お前のおかげで打ち勝つことができた。鈴木の死は無駄にしなかったいやー来た、鈴木のおかげで勝った。みんなただいま、ありがとう。お迎え、じゃーん、心臓心臓大歓喜みんな笑われてるよ、お前、お前笑われてるよ、めちゃくちゃ。どう、どんな気持ち。再教育しよう。よーし帰ってきた。あ、帰ってきた、お値打ち価格お帰り。解放しよう、よかった、お値打ち価格帰ってきた。めちゃくちゃ木材手に入れた。お、なんだなんだ、まあの教祖よ、腹をすかせ帰る場所もない者たちがいるのです。彼らを私たちの教団に迎え入れるべきです。もちろん仲間が増えるのはいいことだ。まぶれ、どうか助けてください。よろしく頼むな、佐々木。あ、糞尿愛好家だ、ありがとう嬉しかないけど。あ、もう一人いた。パー名前やばすぎんな、パー。伊藤、東の方で出てきたわ、びっくりした今。富士の方じゃなかった。なんか遊んでるやつらがいるおい、ここでさ朝からパーリナイしてるやつらがいるんだけど、何してんの。朝からパーリナイじゃん。思考よ、何考えてるか気になるわ。何にも考えてない。よし、みんなとりあえず説教するわ。ただいまの説教する。はい、みんなただいま帰ってきたよ。信者も増えましたね。みんな仲良くやっていきましょう。みんなちゃんとトイレでうんこできて偉いね。よし、以上。死後の世界、死後の世界について解こうじゃないか。死んだ信者を蘇生することができる儀式、何死者蘇生。やっぱ遊戯王世代はな、死者蘇生したいよな。あー、そっか、今もう蘇生できるのか。ちょっと蘇生やってみる。ポーン、
待って、でもさ、これみんな年寄りじゃね鈴木、あ、ダメだ、みんな年寄りだな。あ、でも田中だけなんとかなるぞ。田中さ、蘇生させて貼り付けにするか。田中を蘇生する、喜べ田中。よっしゃ、次はここか。あー、9人でいいんだ、信者全然いるぜ、そんぐらい。うちの信者多いからな。はい、みんな集合、ありがとう、みんなの信じる力、それが俺の力だ。どう、ジャンプの主人公みたいでしょ今。さあ来ましたよと。うわ、ハンマーだ、うわ超強、攻撃力。待って、この武器どん、やばすぎる。いや使いづれーこれ使いづれーなー、これ、あの振った後に攻撃出す方向を決められる強っいった、ちょっと待って、これやばすぎる、この武器、この武器使いこなせねえ、ギリギリまで。ちょっと待って、タロットある、望遠鏡違うか、残り体力が半分だったら攻撃力倍、これ悪魔の装備なんじゃないか、この武器に攻撃力倍は悪魔すぎるだろう。攻撃速度が 1.5 倍、待って、これ最強かもしれない、実は。あ、早い早いだいぶ速くなった。おっと、これもうちょっと希望が出てきたな。あう、あ、ちょっと待って、やばい、あー死んだ、やばい、間に合わなかった。ただいま、できたよ。信者たちが落胆してるな、ごめんな。あ、やべ、なんか話しかけようとしてくれる。佐々木どうしたの。教祖よ、私は恋に落ちました。ですが糸は私のことなんて知りません。告白用の花を10本。いや、夜闇の森だから、どれそれ。え、持ってるよ、そのなんちゃらの森、どこにあんの。おはようございます。あ、日が変わったってことは、もしかしてこれ説教できるんじゃないか。はい、説教しまーす。おはようございます。今日も新しい朝が来ましたね、希望の朝ですね。やばいね、説教終わった後のこのトイレ渋滞やばいんだよなあ、夜闇の森あった、椿集めてこようか、せっかくだから。クエストをやろう。何これ、何これ、ハロ、変革を告げる風が吹いている、何時も感じぬか、世界がきしみ変化し続けている、あ、し始めている、これまで世界は普遍であった、何百年と動きのない世界にはサビが生まれていた、しかしレイシーが死したことで、この地の住民たちは己が強さを見せつけるための新たな戦いを始めるだろう、以前のように簡単には倒せぬということだ。え、敵が強くなんの、俺ただ椿狩りに来ただけなんだけど、お花を摘みに来ただけなんですけど。タヌキチ、不運なる霊士、五中の最年少、それがしが失いしは目なり、短気なるヘケと、彼女の喉はかき切られたり、頭からもぎ取られるのは臆病なるカラマールの耳、そしてシャムラ、五中の中でも最も賢き者であった、頭蓋骨が割られるまでは。何の話をしてるんだ彼は、どういう意味なんだ悪を見ず、悪を語らず、悪を聞かず、悪を考えず、どれも待ち受けし者によるものだ、どういうこと。もうちょっと、なんだろうな、分かりやすい言葉で伝えてくんないかな。こっちのあの知能指数が低いもんで、そう、椿は集まったけど、なんか行けるところまで行っとこうかなみたいな。うわ、でかいの来た、でかいの来た、嫌い、でかいの来た。あ、ボスだ、アガレスの魔眼、よしよし、しかも仲間になったオッケー。さあ、ただいま、信者たちを教団に加えるアガレスの魔眼、かっこよすぎるアガレスの魔眼かっこいいな、マジでお前中二病な、お前。よし、アガレスの魔眼かっこよすぎる。
よろしくな。ご飯もちょっと厳しそうだが、まずはみんなに説教。はい、お説教します。新しい仲間中二病くんも増えました。今あとご老人が2人いますんで、ちょっとこれからクールダウンが終わっていれば皆さん大好きな生贄の儀式やりたいと思います。よろしくお願いします。生贄の儀式。いやー、いつも頑張ってくれたバルバトスよ、バルバトスよ。じゃあな、バルバトス、名誉なことだぞ。最後ニコっていなくなるから、ほらほら、ニコって安らかに安らかに行きました。イエーイイエーイ、パーリナイス、イエス、いけにイエーパーリナイス。よし、みんな楽しそうで嬉しそうだったな、よかった。おお、嬉しそう。やったー、いけにえだー、やったー、わっしょーい。めちゃくちゃ手に入る。おいおいおい、すごい勢いで魂が手に入るぞ。あーあー、よかった、みんなよかったね、よかったよ。いや、みんなハッピーだ、みんな全員がハッピー、ビーハッピー。ねえ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 、うんこ見てキモいって思うんだったらうんこ見に来なきゃいいのに。いるよな、ああいうやつ。なんかさ、別に見なくてもいいもん見て文句言うやつ。よし、ということでお時間になりました。いやー、よかった、とりあえず2面クリアしたな。ということで次回は3面の攻略からスタートといったところですかね。ということで皆さん、ぜひ高評価ボタンをポチッと押してですね、次回の配信をぜひ見に来てくださいということで、お疲れ様でした。